What's up, guys? なになみキッチンです。こんにちは。今日は、簡単ポキソースを使ったポキを作っていきたいと思います。ハワイアンポキですね。ポキかな、ポケかな、まあいいや。簡単に作っていきます。よろしくお願いします。はい、じゃあね、あの刺身用のツナをもらったんで、この3種類でツナとサーモンとタコの3種類を入れていきたいと思います。これね、お友達が釣ってきたんですよね。おいしい。それではカットしていきますね。まずはツナをカットしていきますね。まあぶつ切りですね、ぶつ切り。フォンファー、こんな感じでね、一口大にね切っていきます。それをボウルに入れて、サーモンも一緒ですね。サーモンも、これ刺身用のサーモンなんですけど、もうこのままぶつ切り、ぶつ切りで切っていっちゃいます。あとタコ、タコも入れます。入れると美味しいね。あとね、エビとかもあればエビも入れちゃったら美味しいです。これを全部ね、材料合わせていきます。はい、入りました。で、ここにもうね、本当に簡単なんですけど、ここにポキソース、ハワイアンポキソースなんですけど、これね、日系スーパーで売ってますんで、それをかけるだけです。もうね、チキンとかにかけてもすごい美味しいんですよね。これだけ。もうこれだけです。これだけで美味しいね、ポキの出来上がりです。そしてね、ノー MSG、 もうすごい健康的なんですけど、お寿司、カルボニアロールとかそういうお寿司とかにつけて食べたりもしています。美味しいんでね、これね、マルカイとかいろんなところで売ってますんで、ぜひぜひ買ってみてください。でね、ハワイではね、フードランドかドンキホーテとかでも売っています。はい、ぜひぜひ使ってみてください。ポキソース、細かく千切りにしておきますね。ご飯が炊けたら、寿司飯にしますね。寿司酢で、何の寿司酢でもいいんで。これだけです。これで寿司飯の出来上がり。はい、あとはね、カニカマですね。これをね、ご飯にかけると美味しいんですよ。このカニカマとマヨネーズをね、混ぜるだけなんですけれども、切っていきますね。まあ半分ぐらいに、長さは半分ぐらいに切って、ちょっと裂くような感じで、こんな感じに裂いていったら、もうね、マヨネーズを和えるだけです。まあお好きなだけこうやってね和えて、ご飯にね、のせますね。アメリカ人これ大好きなんですよね。私もアメリカ来てすごいびっくりしたんですけど、お寿司屋さんでね、バイトしてた時にね、もうまかない、お腹空いた時は、もう学生だったからね、お腹空いた時はこれをね、ご飯にかけて、なんかシランチョロ、なんか辛いソースをかけて食べてました、よく思い出貧乏食ですね。これカニカマ、カニカマもサイド、ポキをさっきね、もう混ぜただけ、もう超簡単、混ぜただけ。あとキュウリ、キュウリとこれだけです。もうね、簡単なんでね、ぜひぜひ作ってみてください。それではいただきます。乾杯。このね、寿司飯とね、ポキがね、すごい美味しいんですよ。もうポキボールで、ポキボール屋さんってすごいね、今カリフォルニアで流行ってるんですけども、寿司飯じゃないところが多いんですよね。だけどやっぱりね、日本人なんでね、寿司飯で食べたいと思います。いただきます。すっごいフレッシュ、もうツナが美味しいわ。レイ君ありがとう。もうね、これね、ビールに最高、ビールに。ちょっとね、辛いんで、
美味しいです。簡単なんでね、ぜひぜひ作ってみてください。皆さん乾杯。 Thank you for watching. Thank you. Like and subscribe. バイバイ。やめてやめて。